どうも、チューバーチャンネル TV、カミアンです。今回も、無双オロチ3、ゲームプレイ、やっていきたいと思います。今回使用する人物は、カコートン、今川義元、ホウセイ、オーマちゃんが、関トバでございます。サポートメンバーが、紹介、黒田官兵衛、ゼウス、アレスで、いきたいと思います。進軍開始。第5章、魔王オロチ、やっていきましょう。雪村たちの熱意がロキを再び動かした。ロキはケラウノスを連合軍に引き渡して去る。これでオーディン打倒の下準備は整った。連合軍はすぐさま破壊神のもとに向かう。そこにはオロチもいるはずだった。破壊神を倒しイグドラシルの完成を阻止する。そしてオロチを倒し腕輪に力を込める。これら高く分厚い壁を人間たちは越えなければならない。ところでオロチとは一体何なんだ。何故滅びを求めた。奴はもともと我らと同じ戦界の住人、名を王竜といってな。正義感が強く武勇に優れた少女だった。それがなぜ滅びを願う魔王に。悲しい行き違いで奴は天帝に刃を向ける大罪を犯した。その際魔物を封じていた心境が悪い。悪しき気を一身に受けた王竜はオロチへと変化した。柱は何とか奴を捕らえたが、罪が罪だけど永遠の罰を与えることとなった。それを逃がしたのがダッキじゃ。永遠の罰から逃れるために世界を創造せし魔王オロチよ。その輪にこの信長が立ってくれよ。そうじゃな。それこそがオロチの望みでもある。全力で奴を撃ってくれ。連合軍対オーディン軍、勝利条件新オロチの撃破、敗北条件スサノオと復帰、いずれかの敗走でございます。戦闘開始。シルに近づけんつもりか。さすがの重要だ。まずはあそこにいる破壊神を撃つ。我も復帰と共に続かん。わしらがあの破壊神に近づけて、もう一人のオロチきっと現れる。妖魔軍と戦わずに済むやつ。妖魔軍、手を出さずに。気を引き締めてかかるぞ、弁慶。抜かりはねえよ、義経様。いいものがわんさか手に入りそうだぜ。行くぞ。ユグドラシルの完成は近い。入るな、入るな、気に悪い姿よ。マロたちが倒した妖者と助かる言うておるの。やつら散々こき使う。これまでの治療を詫びてもらおう。簡単に頭を下げるような連中とも思えない。こちらが膝をつく羽目にならない。ダルキアの目論みはよく知らん。だが世話になった恩義は報いだ。それでためらいもせずに神を敵に回すか。人間とは実に面白い。見事な働きだ。私も負けてはいられない。さあ、今川義元の固有真実、ケルベロスを毛針代わりにし敵に攻撃でございます。さあ、宮本の義経と弁慶撃破していきましょう。さ
さあそして王政の無双発動。これが遅れを取るとは。これ以上ユグドラシに近づけるな。進め。破壊神への道はまだ開けんか。悠長に構えておれんのじゃのう。さあ、ハコートンの無双発動。今川義元の合体真実発動でございます。続いて、ヒビコを撃破していきたいと思います。後世の無双発動。後世の合体真術発動でございます。
よくも卑弥呼、そんなにいたぶられたいならやってあげるわ。やっぱりついていくならこっちのオロチ様ね。貴様らまだ滅びを呼べそうどうだ。自分のオロチ様を宿願がおらん。しかったけき者は滅びらんまため身汚れを操る怪物我が滅ぼさん。オロチが怪物を抑えている今が貴族白森を討たん。清盛のおっさんのとこには行かせないぜ。ほら怪物ども、炎をお見舞いしてやんな。悟空、よほどこの世界と相性がいいらしい。さっさと終わらせれば激しくしてやる。まあまあもう急がずにさ、ここで俺と遊んでちょうだい。どうだ、やってくれるの。その強さわし以上かもしれん。どうだ。さあ、今川義元の武装発動。さあ、どうやらまだ孫悟空の分身が残っているみたいでございます。そして後世の固有真実、マントでイノシシを操り敵に向けて攻撃でございます。孫悟空撃破。この程度で我が満足すると思った。我が輩が直々にお相手をつかまつ。我が宿がここに成就せる。清盛を撃てば目指す者に届こう。さあ、続いて花崗豚の固有真実、水や氷を無限に生み出し敵を攻撃でございます。平の清盛撃破。さあ、そして新オロチ撃破していきましょう。まだ足りぬ、我に示せ共鳴しておるのか。この神よ、すべて滅びよ。やっ
シンオロチを撃破いたしましたが、続いてオロチ、こちらを撃破しないといけないみたいでございます。さあ、そしてダッキとタイヤの清盛、再び出現でございます。私を呼んでくれるなんて涙ですわ。この力全部オロチ様のために使っちゃうわ。オロチ、望みを果たさんとするか。押されているか。神として無様は晒せぬ。連合軍に加われば栄達の道が開けるはずだった。なぜ未来なの私がオロチの相手に。カコートンの合体真実発動でございます。そしてカコートンの空中無双。さあ、残るはオロチのみ。さらばだ、オロチ。いや、オリュ。オロチは永遠の眠りについたか。今度こそ安らぎの時が妨げられなければいいな。うん。奴の悲願、見届けたい。この異界は、魔王が己を滅ぼすための舞台。滅びを恐れる神が、兵器とすべきものではない。しかし、また魔王が蘇るとは思わなかったようか。もう二度と会いたくないものだ。あら、それはどうかしら。ダッキー、まだ諦めておらんのか。もちろん。オロチ様と一緒に遊ぶのって最高に楽しいんだもの。さっきの戦いもすごく刺激的だったし。ジャンヌ、全力を尽くした者の我が輩たちを、そしてオロチ様は破れた。もはや、オーデンに着く意味は皆無。オーデンってさ、強そうだし、戦ったら面白そうじゃない。さまざま俺たちヨーマはオーデンの配下ではない。ただ魔王オロチ様に従う存在よ。このままでは俺たちヨーマもいずれ力を吸われて消されるかもしれん。あんな神の餌にされるなどごめんだ。とにかくオロチ様が復活するまで私たちもあんたたちも滅んじゃ困るの。だから一緒にオーディンを止めてあげる。実に身勝手な言い分ではあるが、戦力が増えるのは歓迎する。オーディンという火種は厄介極まりない。味方に引き入れ、妖魔を縛るか。それもよい。ちょい待ち、ダッキちゃんがそっちに行くならうちもついてく。俺も怪物に襲われていたところ、ダッキに救われた恩義を果たしたかっただけ。よければ共に戦わせてもらいたい。俺様はもちろん義経様に従うぜ。ずいぶん面白い陣容になってきたな。人間、神、仙人、妖魔、不毛の衆が神を超えるか。心ゆくまでいたぶってあげる。ダッキ
仲間加入。強い相手はどこだい？孫悟空、仲間加入。うん、仲良してな。卑弥呼、仲間加入。平の清盛、仲間加入。やあやあ、我こそは源義経なり。源義経、仲間加入。どけどけ、弁慶様のお通りだぜ。弁慶、仲間加入。目のつけどころが違うな。どどめき、仲間加入。すべて踏みつぶしてくれるわ。牛鬼、仲間加入。どうせ奴らはこの水師様に撃たれるのだ。水地、仲間加入。オロチの力は無事それぞれの腕輪に込めた。これでオーディンと戦えば二度と復活は叶わぬつだ。ユグドラシルの完成は何とか止められましたが、ここまで成長を許した以上オーディンがどう出るか分かりません。うん、ここまで来れば奴の力でも育てられるしな。それにオロチと破壊神、大きな影響を持つ存在が消えたことで、この世界の均衡が崩れつつあります。そのせいか時空が歪み、幻影なども現れているんです。オーディンの元へ行くには時間がかかりそうですが、しかし迅速に進まればオーディンを倒す前に世界が壊れてしまうか。ええ、立ち止まっている暇はありません。何としてもオーディンの野望を止めましょう。すべての世界を、人を、神を守るために。第5章、滅びの運命へ出撃できるようになりました。戦場を混沌で染め上げてやろう。はい、というわけで今回はここまで。次の動画でお会いいたしましょう。以上、カミアンでした。バイバイ。